呪いってめっちゃ怖そうやなと思って、うん、で どうもオカルトコレクター田中俊幸です。どうも元火葬場職員の下田花尾です。魔女の呪い、はい、あの与論島に、その、ほら魔女のね人に、ま、あマハさんそうマハさんに連れてってもらってとかやってるけど、うん、っていうか魔女なんよ、うん、そうそう、まあ、そこ気になるやん、うん、そういえばなんやけど、うん、でこの魔女って聞いたらさ、うん、なんかその魔女っ子なんとかちゃんみたいな、うん、魔女っ子としちゃんみたいな感じのイメージあるじゃないですか、うん、あるね。じゃなくてあの魔女は魔女でガチなわけよ。ほら、まあその呪物でよく魔女が使う呪物とかあるでしょ。あるあるある。実際にでそういうの持ってるでしょ多分、うん、ね。でルーマニアとかやったらその魔女の人もちゃんと税金納めてて、まあ、職業として認められてて、うん、なんやったら予言とか外れたら罰金らしい。うん、きつ。きつのすごない。うかつにできんだ。いやでもそれでさ、うん、あの回ってるってことは当たってるってことや。そうやな、まあ、それもすごいなと思う。だから、うん、日本でいうところのだからそのいたこさんとか、はいはいはい、だからそっちに近いような気もすんのよね。ただ単に名称ってことだね。あそう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 、まあ、霊能力者みたいな、ね、みたいな感じの中の魔女なんすよ、うん、その人は、うん、でそれをさあの僕途中までもう自然に受け入れてて、うん、あ魔女の人なんすねみたいな感じで、うん、魔女ってと思ってよう考えたの、よう考えたので、沖縄であれ、深夜でしたっけ、なんか居酒屋さんかご飯、ね、そうそうそう食べるとこ探そう言ってでみんなでうろうろして、うん、であるとこ見つけたじゃないですか、うん、であのそこでお酒飲んでご飯食べた時に、うん、いやそういえばなんですけどと、うん、魔女なんですよねと、うん、その魔女って何するんですかみたいな改めて、そう改めて聞いたんですよ、うん、でそしたらまあその例えばあの、まあ、占いに近いようなことやったりとかいろいろするし、はい、何やったら呪いみたいなこともしますって言って、うん、呪いってめっちゃ怖そうやなと思って、うん、でえじゃあその今までやった呪いで、うん、まあ、最近のやつでなんか一個こんなことあったよって話していいやつあったら教えてもらっていいですかって言って話してもらったやつが、はい、あれグラビアアイドルって言ってたっけな、確かそうやな、ね、うん、グラビアアイドルの女の子からの依頼が来たんですよ、うん、その来て ある人を呪ってほしいと、うんうん、で内容っていうのは、うん、ある、まあ、自分と同じグラビアアイドルの女の子、この人を今後グラビアアイドルを続けられないようにしてほしい、うん、だからグループみたいなのがあってこうトップを取りたいみたいな感じ、まあ、だからそう、まあ、ライバルやったんでしょうね、はいはいはい、でその人を蹴落としたいわけ、はいはい、で自分が一番になりたいからそういう呪いをかけてほしい、あかんよ、でも、うん、こういう呪いって本当に効くんですかって言ってきたんですよ、お女の子がね、うん、でそれに対してあの魔女ですから、うん、本当に効くかどうかっていうか、うん、むしろもう何の疑いもなく、うん、この呪いをかける、もうこれをやるんだっていう気持ちになってくれたら、うん、呪いは本当に効果ありますって言ったんですよ。でじゃあ、うん、分かりました、もう信じますんでよろしくお願いしますって言って、うん、でやったで呪いを本当にやったんですって、うん、でそっから、ある程度期間経ってからね、はい、その女の子がまたお店に来たんですって、うん、めちゃくちゃ怒ってんねん、怒ってんの、怒ってんねん、うん、なんでか言ったら、うん、話が違うじゃないですかって言って、うん、すんごい怒ってんねん、うん、でそれに対してその魔女の方がですよ、うん、だって言われた通り叶ったでしょって言ったんですよ。まあ、これがまずすごいんやけどな、もう叶ってるんや、そうそうそう、もう叶ったこと分かってるんですよ、うん、で叶ったでしょって言うんすって、うん、でいやそれはそうなんですけどって言って、うん、何起こってるかって言ったら、うん、そのいわゆる蹴落としたいと思ってた人、ね、ライバルの人、ね、そうライバルの人、うん、この人結婚して子供を産んで幸せな家庭を築いてアイドルを辞めたんですよ。ああ、なるほど。だから呪いはそのちゃんと成立してるんですよ。辞めてるから。辞めてんねん。その頼んだ人がトップに行けと。トップなんさ、合ってんねん。合、うん、ってんねんけど、そうじゃないって言って、すっごい怒ってた。そうな。幸せに、じゃなかったんや。っていうことなんやろ、ね。でも、言い方としては、成就してるよな。成就してんねん。だから合ってるんですよ、うん。で、それに対してクレームを言ってきてる女の人がね、うんうん。で、言ってきたから、あ、うん、いやいやと。うん、あもしあなたが言うように例えば事故に遭うとか、うん、それこそ命を落とすとか、うん、そういうのを望むんであれば
それと同等か、うん、あそれくらいの代償をあなた払うことになりますよ、うん、って言って、人を呪わば穴二つみたいな。だから実際そうらしいね、その人の流派の。なんか魔女もさ、いろいろこう流派みたいなのがあって、はいはい、その人のやつはほんまにそうらしいね。対価を払わなかねな。だから例えばですよ、田中さんが、うん、下駄の右手をちょん切ってくださいって、うん、呪いをかけてくださいって言ったら、うん、切り取りせんから、そうそう、で田中さんもじゃあ差し出しますよ、自分のを差し出すみたいな感じやねん。ぐらいの勢いでぐらいの勢いやねんて。危険やねんな。そうだ、それやるんやったらやりますけどって言ったら、去っていったって言ってました。いや、そう、それじゃあその魔女のマハさんも、うん、まあ考えた結果なんやな。そう、考えた結果でしょうね。でも叶ってるやん。叶ってんねん、そういう意味では。マジで怖いな、うん、なんかでもそれがね、叶ってんのも怖いしさ、うん、ある意味成就してるけどそうじゃないって言って怒ってるその女の人そのものが呪いよな。いや、そうやわ。そういうやつはトップ取ってもあかんない。あかんよな、怖いわ。なんか、全然満足せんのやろな、うん、そういうことじゃないんやろな、うん、だそれを見越してのその呪いをしたんじゃんっていうね、そうやり手やな、最高やな、やり手の魔女ですね、はい、っていうちょっと魔女の呪いの話をさせていただきましたけど、まあ他の国でもね、多分不思議で、うん、過去やりましたっけ、ほんまにその人を呪い殺してた人の話ね、うんうん、でも警察が来たけど、でも呪いやから殺人じゃないでしょって言って、そうそうそう、結局捕まらんかった伝説の魔女の話ね、現代ではね、そう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 、したことありますけど、うん、まあやっぱりなんかああいうのなあ、ちょっと怖いよな、怖いな、うん、だからああいうなんか魔女にそういう感じでさ、うん、人を呪うみたいな感じで頼みに行くっていう時点でもうやばいんで、おかしなってんねん、うん、その時点できっと、うん、だって多分そうじゃないやん、うん、やるべきことって、きっと実力で勝ち取ってください。もうお腹鳴ったね今、ギューってお腹も言ってるわ。ギュー、うん、勝ち取ってください、ギューって今なるよ、なってたね今な、うん、はい、ということで皆さん本日もご視聴ありがとうございました。勝ち取ってください、ギュー。